XP-50 飛行する XP-50GU40 から3057号機 XP-50 は、クラマン社がアメリカ陸軍航空隊用に試作した総発短座戦闘機である。世界初の総発短座艦上戦闘機として試作された XF5 回艦上戦闘機の陸上機型だったが、採用はされず1機の試作で終わった。 1938年からグラマン社で開発が進められていた XF5 回が上昇力に優れていそうなことに目をつけたアメリカ陸軍はグラマン社に対して XF5 回の陸軍機型である XP-50 を1939年11月に発注した。試作機は XF5 回に1年半遅れた1941年5月に完成した。 XP-50 は外見は XF5 回と似ていたが、こ着装置が前輪式となり前足収納部を設けるために機種が長く伸び、機体全体が流線型に整えられていた。また、上昇力を生かした迎撃戦闘機として用いることを想定していたため、エンジンはターボ加球機付きのライト R-1820 を装備し、 コックピットや燃料タンクに対する防弾装備も施されていた。陸上機として不要な主翼の折りたたみ機構や若干フック等の装備は取り除かれ、この時期には時代遅れとなった空対空小型爆弾用の主翼爆弾層も装備されていない。試作1号機の初飛行は1941年5月14日に行われたが飛行中に ターボ化球機が爆発し機体は墜落してしまった。また、本機は同時期に試作されていたロッキード XP-49 よりも開発順位が下位にランクされていたため開発計画はそのまま中止になってしまった。なお、本機は第二次世界大戦中にグラマン社がアメリカ陸軍航空隊のために開発した唯一の機体であった。ありがとうございます。